こんにちは。今日は私がダイエットについてお話しする2022年最後の動画かなと思います。で、私自身ダイエットを始めたのは今から約10年前の14歳の中学2年生の時でした。当時はギャルが流行っていたので、すごいギャルに憧れていた自分がいました。で、ギャルの子ってめちゃめちゃ足が細くてミニスカートっていうのですごい足を出すんですよね。だから私も足を綺麗に見せたいなと思ってダイエットを始めたのがきっかけでした。それと同時に少女時代だったりカラー、まあ、ティアラ、まあ、いろいろな K-POP ブームが来たのも中2の時でしたね。だからその時に私はダイエットを決意しました。で、最初は何をしたらいいのか分からなくて、クルーズブログとかデコログとかで人気なインフルエンサーさん、ブロガーさんがやってるダイエット方法っていうのを参考にしてみました。で、その中でみんながおすすめしていたのが、足痩せのジェルを使った足痩せマッサージが一番足が痩せたって言ってたんですね。でも当時の私はそれが案件だっていうことを知らずにその商品を買ったんですよ。それがビーナスラボっていう商品だったんです。で、それはすごく本当にいろんなインフルエンサーさんが PR してた商品で、当時はそんな中学2年生の私は PR っていう言葉も知らなかったので、あ、それを使えば痩せるんだと思ってたくさん購入しました。で、それをお風呂上がり、体温が上がってる状態で足痩せのマッサージを、それを使ってし始めたんです。すると約1ヶ月使い始めた時から本当に細くなったんですね。でもそれは私がちゃんと毎日続けたからその結果が出たんだと思いました。だから正直別の商品に代用してからやっても全然効果はあったので、何を使うかではなくて自分が継続するかっていうのがやっぱり一番大事なんですよね。それをきっかけにして本当に足が痩せるんだ、そのインフルエンサーさんたちにこれからもついていこうと思って、インフルエンサーさんが使う顔の化粧水、ニキビが治るって言われてるような化粧水だったり、胸が大きくなるって言われてるバストサプリ、いろんなものを使いました。でも結局効果があったものってそのビーナスラボを使った足痩せの効果だけだったんです。だから結局その足痩せのマッサージだけ自分がちゃんと毎日やってたので、それだけ効果があったのかなと思います。化粧水とかってどうしても効果が出る出ないっていうのは個人差があるし、やっぱり足痩せみたいに毎日こうやってマッサージをするわけじゃないので効果が出にくいと思うんですよ。だから足痩せマッサージっていうのは自分がちゃんと続けたことによって結果が出たんだなと思いました。で、その足痩せのマッサージについてはまた別の動画でマッサージ方法を話してるので、そちらの動画を概要欄からチェックしてみてください。で、その次なんですけど、その足痩せのマッサージを私が1ヶ月続けた時にすごく足が細くなった。で、その後も自分が食べるものではなくて足痩せをするためにはきちんとお風呂に入ってその後にマッサージをする、それが大事だと気づきました。だから私たちが今後生きていく上でずっとその体型を維持しようって思いたいじゃないですか。だから結局無理なダイエットをしたところでその体型がキープできなかったら意味がないんですよ。お米ちゃんがこれで遊んでてちょっとうるさかったので持ってきました。はい、なので私たちはずっとその綺麗な自分の好きな体型を維持するためにはどうすればいいのかっていうことを考えると思います。持続可能なダイエットをする、それだけなんですよね。私は足痩せマッサージっていうのは全然苦じゃないですよね。それは自分が続けられる持続可能なダイエット方法だから続けられてるんです。正直他の YouTuber さんとかが勧めてるような、朝はゆで卵、昼はブロッコリー、夜は豆乳鍋みたいな、そういう食生活でダイエットをしても私は続かないんです。だから私にとって持続可能ではないからそれはしてないんですよ。その代わりにお風呂から出た後の足痩せマッサージ、そして電車には極力乗らずに歩いて帰る、まあ、この2つをメインで約10年間行っています。それが自分の中で持続可能だからできるダイエットであり、持続可能だから今もその体型をキープできているっていうことだと思います。なのでみんなも自分にとっての持続可能な範囲って何かっていうのをしっかりと把握した上でダイエットをすることをおすすめします。きっといろんな YouTuber さんがダイエットについて、これが痩せました、これを使って
すごい体重が減りました、いろんなことを言うと思うんですけど、結局それはその人に合った方法っていうだけであって、みんなに合った方法っていうわけではないんです。だからこそ自分の中でどれが自分が持続可能かなっていうのを考えて、しっかりとダイエットの方法を選んでいきましょう。今目先の体重設定、そういうところを目標に掲げてしまうと、リバウンドしたり無理なダイエットで体調を壊したり、そういったことが起きかねないので絶対にやめましょう。なので自分が今後5年10年持続できるダイエットは何かっていうのを頭に入れた上でダイエット方法を選んでいきましょう。正直足痩せマッサージ、そして電車を使わずに歩いて帰る、この2つってお金がなくてもできるし、お金がかからないものでもあるんですよね。だから持続可能だし、それを毎日取り入れて習慣化することによって長期的に見たら体型を維持できる、まあ、そういう結果につながると思ってます。だから今すぐ痩せたいとかそういう人は向いてないかもしれないんですけど、どうしても今すぐ痩せたいって思って痩せることに何のメリットもないし、むしろ自分がね危険の目に、はい、Uber Eatsが来てしまいました。はい、でなんだっけ、あ、そう、自分が危険な目に遭ってしまうから、目先の体重目標とかだけのために危険なことをするのはやめましょうと思います。で、私がダイエットの中でやっぱり一番効果があったのは、お風呂に毎日入ってその後に足痩せのマッサージを毎日すること、電車に極力乗らず、まあ、一駅前とかに降りて、まあ、30分歩いて帰る、そういったことを約 10年間続けてきました。で、それと並行してやっぱり飲み物は お水がメインです。お水は本当にいいです。やっぱり私たちの体はほとんど水でできていると思うので、この水をたくさん飲んであげることによって本当にいい効果が得られるので、水は大事です。で、あとは私自身、みんなも見てくれてるから分かると思うんですけど、食事はほとんど気を使ってませんよね。朝マックを食べたり Uber Eats をしたり、好きなものを食べてると思います。でも間食はほとんどしてないと思うんですよ。で、その間食って結局必要ではないと気づいたからなんです。確かに小学校、中学校、高校、受験勉強とかで塾でお腹が空いてじゃがりこを食べる、そんな時はあったかもしれません。でもその間食って朝昼晩しっかりとたくさんの量を取れていたら、多分その間食ってあんまりね必要じゃなくなってくるんですよ。高校生の時とかって、まあ、時間がなくてね、お昼ご飯をしっかり食べれない、夜ご飯をしっかり食べれない、バイトの休憩時間がなかなか取れなくておにぎり1個しか食べれない、そんなこともあると思うんですよ。だからこそお腹が空いて間食してしまうんですよね。だからちゃんと、まあ、大戸屋の定食をイメージしてほしいんですよね。ご飯、お味噌汁、漬物、サラダ、そしてメインの魚みたいな感じの食事をしっかり朝昼晩って取ればお腹が空くことはないんですよ。もしお腹が空いてしまうよっていう人は、例えばヨーグルトをプラスしてみたり、フルーツ、リンゴだったりみかんっていうのをねプラスしてあげると全然お腹空かないんですよ。だからみんなにはお菓子を食べないとかそういうところではなくて、しっかり朝昼晩ちゃんとたくさん食事を取ろうと思ってください。なのでもしそれをね達成することができれば、今後私たちが結婚して子供を産んで、まあ、そういった先にもねダイエットっていうのは簡単にできるようになると思うから、将来の自分のためにも今朝昼晩しっかり食べて、電車を一駅前で降りて歩いて帰る、そしてお風呂から出た後にマッサージをする、まあ、そういったね持続可能なことでダイエットはしてあげてくださいという動画になります。私がお話ししたかったのはその持続可能なダイエット方法でダイエットをしましょうというお話でした。自分自身の中で何が持続可能かっていうのをもし書き出してみて分かったら、それをやってみてください。で、その中で自分が持ってるキャパシティがこれくらいだとしたら、その中でちょっと余裕ができるくらいのことしかやらないんですよ。要は頑張りすぎないっていうことなんですよね。持続可能っていうのは頑張りすぎてないということから、このキャパシティの半分くらいしか多分使わないことなんですよね。持続可能だから5年10年で続けられる、みんなが持続可能にできる簡単なことになるので、で、その半分のキャパシティしか使ってないとなったら、この残ったここのキャパシティは何かなって考えた時に何だと思いますか？これが余裕なんですよ。この余裕が人に優しくできる余裕だったりとか、誰かに声をかけてあげられる余裕、
そういったところにつながってくるから、このキャパシティの半分くらいしかみんなはダイエット頑張んなくていいんですよ。だからその余裕をね作ってあげることによって、今後みんなのね、まあ、考え方だったりとか、まあ、満員電車でイライラしないとか、そういうところの余裕につながってくると思うから、みんなは頑張りすぎない持続可能なダイエットで頑張ってみてください。はい、それでは本日の動画終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。